せーのでおはようございます。はい、おはようございます、ね、皆様。はい、どうもどうもどうも。何をしてるんですかこれは。今メイク中です。今日は休日の日の朝を。あ、そうか。そう、あおらご覧あれ。あらんだ、頭にな、なんかスティッチの肉巻いてんのか。あれ肉じゃないよ。何巻いてんのあれ。あれはアリエルのアリエルかバンダナ。あ、そっか、そりゃ素敵やわ。今洗濯物をしようと思って、ね、メイク終わったからチラッと今こっち見たで。嘘、ケンゴがいたんじゃん。あ、そっか。あ、いた、ケンゴこう偉いね、わし。俺もお着替え終わってんだよ。ケンゴ、ちっちゃちっちゃくないよ、背高いしよ。ちっちゃ、なんかいい感じやで。何いたんだっけ、あれ指さしたやつさ。知らん。ワンちゃんがいたんだっけ。知らんよ、なんかハンガー落ちたし。なんかすごい嫌な顔してる俺。眠たそう、まだケンゴ。ほら、もうしんどそう。拾った。うん、なんかね、こうやってね、洗濯物干してるんですよね、毎日。なんだよ、我らさ、割と洗濯物毎日やるよね。そうやで。あんまサボらないよね。そうやね。特にね、おしゃれ着とかはな、あの乾燥機かけたらシワくちゃなるからな。あ、そう、ユンタに怒られるから。そうよ、もう分けてんだよ、最近。そう、タオルとかは乾燥機で。そうよ。で、何をしやられてる。やられてる。パカッ。ほんと、やられてたんやばね。逆にやられてしまった。そうだね、俺を銃で撃つからそういうことだ。ケンゴさん、ハンガー入れる場所わかんないんじゃない。そんな、ワンピースな。あの、わからんね、どこか。どうなってるかわからんね。めっちゃ苦戦しとる。そうよ、ワンピース。もうカットした途中、長すぎて。そう、カットするほど。ほら、もう、ゆいた待ってるもん、これ次の。俺、一着、時間かかりすぎ。早くせーって言ってるわ。すごい眉間にしわ寄せてさ、何を怒ってんのあんた、ほんま。ねえ、怒ってないよ。まあ、そっか、うん、あ、終わった終わった終わった。もう一苦労ですよ、洗濯物干すのもな。そうだよ。はい、さよなら。よい。さあ、次は何すんだ。はい、次は、あ、これはね、昨日の洗濯物畳んでんのよな。あ、そうそうそう、ゆいたんが洗濯物畳んでる間にケンゴはシンクの、うん、キッチンを片付けてるんか。あ、そっか、うん。これ洗濯物で毎日回すから、ジムも行くからすごい量やな。あ、そう、最近さ、ジムのさ、量がやばいよね。だって2人分かける2人分ってことだもんね。そうだから、4人分ぐらい洗濯なあんねんな、今毎日。そうそうそう、しかもさ、ジムさ、まだ長袖で行ってるからさ。あ、そうや。そう、だから量が多いんだよ。そうや、薄着で行ったらこんな面倒くさくないよな。そう、もう半袖短パンで行けば少ないけどね。あ、そっか、えらいちゃんと畳んでんな、ほんで。なんで怒んの。あ、普段こんなちゃんと畳んでる。畳んでるよ、いつも。ほんまか、これ動画用ちゃうん、こんな。違う、ちゃんとこうやってやってるよ。こんだけ畳んでる、服屋の店員みたいにして。畳んでるよ。そっか、ふーって。まあ忙しい日の朝はちゃちゃちゃってやるけどね。で、なんだよ、ね、大変さ。これ、こっちから向こうまで運ばなきゃいけないから大変なんだ。俺ね、それが一番嫌い。ね、めんどくさいね。ほんまめんどくさい。畳んで終わっちゃうもん。うん。一番だるいね。おわしじゃないよ、これ。加湿器掃除してくれて。あ、なんか。じゃ、ちょ、邪魔邪魔。あんなチーズすな。あ、殴った。もういい。あれ邪魔よ。わしのせっかくさ、メインで映ってるのに邪魔すんじゃないわよ、あんた。ケンゴメインシーン終わり。そうよ、せっかくメインのシーンいただいてんのにさ。こうやって頭ポーンって殴ってん。あ、そうか、うん、これ加湿器ね、赤カビ入ってたんやん。あ、そう。ほんでな、あのブラシでね、磨いてんね、これ。ありがたいね。もう捨てよう、捨てようじゃない、もう片付けようっつってね。そう、しまったんだよね、加湿器ね。水つくやつ、あ、うん、見たら 何出してんのこれな。なんかね、掃除してたらお腹すいたから朝ごはん食べようかなって。ヨーグルトか。そう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 、あ、朝飯か。そう、急に始まった朝ごはん。急に立ったまま行くんやこれ。そうだよ、うん、かろうじていただきますして。なんか俺不機嫌じゃないかも。いつもこんな顔だよ。あ、そっか、うん、こんな顔してますか。通常運転だよ。あ、そっか、よかったわ、うん、バナナバナナ、俺折れたで。大丈夫このバナナ。今口開けてたのに。バナナおいヨーグルトに刺してる。面白い。さあ、これそうや、これもうバナナな。こうやってやってた、こうやって。腐る手前やってん、このバナナ。そう、ベッタベチョベチョしてて。そう、もう皮めくった瞬間に折れるぐらいぐちぐち。それ俺食べさせられてんねやわ。違うよ。何が違うよ。自分から食べたんだよ。ゆみな、食べたくないとか言って、うん、もうだから食べた瞬間もうガスだらけやったもん、これバナナ。もう発酵しすぎて。
ケンゴは何でも食べるからね。何でもいただきますよ、私はね、うん、あら、えらいね、これは何ですかと。シンク磨いてくれてる。シンク磨いてね。ケンゴの得意技だよね。これな、結構しんどいからな、うん、結構腕の筋肉使いますから、シンク磨きっちゅうもんは。さ、ケンゴ水回りやってくれるからめっちゃ助かる。そうか、うん、手すぐ荒れるからさ。そうやな、これがね、結構めんどくさいやん、うん、これ、これ、ギリギリ水がね、向こうに飛ばないように。めっちゃギリギリ、うん、あ、ちゃんと蛇口まで行ってんで、うん、これな、この間リュウタンはなんかいろいろ拭いたり、あ、そっか、そう、あの洗面台掃除したりしてんの、鏡拭いたり。えらいね。そうだよ、シンクちゃんとこう俯瞰とな、あの、うん、シンク水がこう蒸発するときにな、カビになるから拭いてます。そうなんだ。そう、あ、ほんでなんや、これは掃除機。掃除機ね。ケンゴはね、お風呂掃除かな今。お風呂行ってんのかな。あ、なんか風呂掃除してたな、ね、なんかそんな気がする。そっか、うん、このね、引っ越してからな、めんどくさい掃除機かけんのな。ちょ、広くなったからめんどくさくなった。めっちゃめんどくさい、うん、もうね、机の下とかもね。そうそう、あ、俺風呂掃除や。お風呂掃除してくれてる。いいですね。うん、裸足になってる。裸足でやるのあかんねん。あれ履いたらいいのに、なんか大きい足のやつ。いや、あれ水入るやろ、足の中。あれが嫌やろ。そう、もうね、裸足が一番いい。足の裏荒れちゃうじゃん。いや、もうあったかれへん。もう俺カビキラー素手で行っても、いつも。危なパカ強すぎ、皮膚。そうよ、皮膚強いからね。レータ、掃除機の掃除機を掃除した。なんだっけ、掃除機の、これあれか、なんて言ったらいいの、掃除機のゴミ溜まるとこね。あ、そう、ここを掃除した。爪楊枝とかでやった、ちゃんと。やってんの、ちゃんと。うん、ここもな、溜まりますからね。そう、ここね、割と綺麗に、そう、やっとかないとね。ここ草なるからな、ゴミな、残ってるとな。そうそう、ちゃんとやってくれてるね。掃除してんだよ。偉いですね、あんた。割とね、これ俺の脱ぎかけ手前。ぎょい。ね、なんで。あら、あ、やっと掃除終わった。今お出かけする準備してます。なんかどっか行ったんかな、デートかどっか。この日はね、ケンゴの眉毛じゃない。あー、そうや、確か眉毛ありに行ったんじゃなかった。眉毛のなんかな、パーマ出に行くから、うん、そうや、そうや、そうや、ね、それでね、一緒に行ったんだよね、確かに。車乗ってな、お出かけしたんやな。そう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 。あ、そっか、あ、来た、あ、来たお待たせーって来たケンゴちゃんもなんかセットするんだ。ケンゴちゃん、最近セットが、あ、これ、ヘアオイル、ヘアオイル、これ最近、リミタのヘアオイル。リミタのヘアオイル使うから、すぐなくなっちゃう。カッパの頭にね。カッパ、カッパで卒業。いなくなったよ、また。持って消えたじゃん。どこ行ってほしい。あら、あんた謝罪。じゃあ、サザエになってんよ、サザエ。あ、また来た、来た。どこ行ってた、わかんない。これあれや、なんかヒロピーファミリーさんまた見てんだよ、この動画。あ、そうだよ、ずっとヒロピーさん見てるから。なんか、あ、ほんの壁の裏に置いてね。あ、そうや、うん、鏡一個しかないから、これちっちゃいの。だから取り合いなんでね、いつもね。あ、どけ置いてくれ。今いいとこだから、きっと。あ、もうこんな立て方ある、それ鏡。いや、ちょうどいいでしょ。すごい感覚やで、それ。バランス半端ないよね。でも二人ともさ、当たり前のようにやってる。そうですよ。ほら、俺も飽きてるやん、もう。もう終わったんじゃない、これ。なんか。これ何タイムだろう。これ何してんの、これ。ねえ。自由タイムかな。めっちゃガン飛ばせって今言うたん、ケンゴに。いや、すぐ怒るからな。片付けろって思ってんだよ、きっと。俺準備早いねんな。だから暇じゃ、だってほら、やりっぱなしじゃん、全部さ。何言ってんだよ。きっとこれ片付けてほしいって思ってる。何言ってんだよ。ほら、結局見たら片付けてる。こら、失礼したわ。そら、失礼した。自分で片付けないから時間あるのに。そっか、そら、失礼した。でも無事にね、あの、お出かけですね。出発できた。そう。おっと、電気。ほら、見、俺のこの電気消す。ファインプレーもいいところ。はい、いってらっしゃい。いってらっしゃい。ということで、これでね、終わり。あ、終わりました。終わっちゃった。はい、お疲れ様でした。あっという間だったね。そうよ。はい、どうも。どうも。